ありますか、こういうの。あのね、あの、最初の頃とかすごい声がちっちゃかったのよ。うんうん、好きな映画はって握手会で聞かれてね。うん、で、あの、ジブリの耳を澄ませばっていうのが好きだったの。だから一生懸命、耳を澄ませばって言ったんだけど、うん、隣がラリンだったのよ。あーそれはやばい。ラリンの声に全部書き消されちゃって、一生懸命耳を澄ませばもう全然聞こえなくて。タイトル耳を澄ませばだからね。ね最後に、その、お客さんが、うん、もうサイニャンが耳を澄ませばだよって言われながら吐かされてちゃって、聞こえてんじゃんって思った。聞こえてんでも聞こえたと思って隣がね、セーラリンって結構、でもなんか、ね、やばいよ。制約でさ、大事だよね、ペアって。ペア大事うん。そうなんだよ。発表された時に、うん、あー、この子は声大きいなとかってさ、うん、考える。声の大きさ結構重要なんだよね。そう、でも私もラリンとさ、一緒になったことあるけど、どうだった？被害者が。被害者でも割と、うん、私もラリンのテンションに合わせて、すごい声を大きくしたら、うん、すごい元気なれんだね、楽しいって言ってくれて。おだからすごい良かった、ね。実は、私もね、セラリンの被害者でして。あ、う、あ、ん、そう。で、セラリンやっぱ声大きいでしょ、うん、大きいね。私は結構声小さい方なのね。うん、だから一緒の、テンションにして声をすごい出してたら、次の日声枯れちゃって。あ、でも声枯れたよ、枯れた？うん。そうなんだよ。だから、セーラリンはやっぱね、すごいよね。要注意ですね。うん、要注意人物。なんで、もう喋ってるんじゃないんだよね。うん、叫びなのよ。ありがとう、ありがとうって。ありがとう、うん。もうそれずっと、わーわーって聞いてたら、もう私頭が酔っちゃってさ。セーラリン聞いてってくれてますかね、これ。うん、聞いててみんな被害に遭ってます。でもそれからちょっとね、セーラリンね、気使ってくれるようになった。そうそうそう、気使ってんの。順番に気使ってんの。面白いの。面白い。バカにしてるよ、完全に。面白い。でも、真夏と一緒になったことないから、ちょっと、うん、今度なってみたい。あ、なってみたい。本当？あ、でもちょっと、うん、あ、やっぱ やだな。なんでよ。どっちだよ。なんかみんなね、私となるの嫌だって言うんだよね、結構。え、だって。結構寂しいんだよ、これ。あ、そっか。そうなんですよ。じゃあ、今度、機会があれば。はい。一緒になりましょう。はい。